これでゲートインが終わりました。スタートしました。ややバラバラという感じで出てまいりましたが、さあ先行争い、1番外の方から町金日落としがいきますか、内から2番のミスターシクレノンであります、松永幹雄のミスターシクレノンが先手を取りますか。町金日落しが2番手につけました。3番手にゼッケン番号6番のロングシンフォニーです。その後ろから3番のエリモパサーナイスネイチャーと続きました。ポーカーフェイス、内から1番のミスタースペイン、その後ろに黄色い帽子がパワーウィーナー、それからナショナルフラッグ、ピンクの帽子シャコーグレイド、しんがりから4番のシンボリデーバといった体勢で、さあスタンド前の先行争いであります。スタンド前にやってまいりました。時ならぬ緑の絨毯の上、先頭は2番のミスターシクレノンであります、明け7歳、そして2番手でありますが町金日落し、4歳は町金日落しが2番手、3番手ぴったりとロングシンフォニーであります。前走2年ぶりのレースを勝っています。今スタートして 800m を通過、51秒であります。平均ペースになっています。前半の 800m は51秒で通過しています。先頭は 58.5km、 松永幹雄のミスターシクレノンであります。そして2番手でありますが町金日落し、今日は南井霞が鞍上です。3番手内内6番が河内宏のロングシンフォニー、その外へ8番が注目のナイスネイチャー松永雅宏、これをかわして黄色い帽子佐藤哲三のパワーウィーナーがややかかったような感じで3番手に上がりました。パワーウィーナー3番手、その後ろロングシンフォニー、それから8番がナイスネイチャーであります。ナイスネイチャーから2馬身くらい差があって、3番猿橋重俊のエリモパサーが続きました。ポーカーフェイスがその後ろ岡純一郎であります。内から7番の柿本義和ナショナルフラッグ、それからあと2、3頭おりますが、ここに内に1番ミスタースペイン藤田真嗣、その外へ社交グレード枝照夫が続いています。さあ第3コーナーのカーブであります。しんがりはシンボリデーバ石橋守る、あとゴールまで 800m 標識を通過してペースが上がります。さあペースが上がります。先頭は5番のパワーウィナーであります。場内がややどよめいています。先頭にパワーウィナー完全と立っている。2番手にミスターシクレノン、ミスターシクレノン2番手、ナイスネイチャー3番手に上がってきた。ナイスネイチャー3番手、あとゴールまで 600m であります。そして外を通る赤い帽子エリモパサーであります。それと一緒に車高グレード、車高グレード、内々を通ってロングシンフォニー、あとゴールまで 400m、 直線コースを向きました。大歓声、左口が入ったナイスネイチャー、松永雅宏の左口、ナイスネイチャー先頭、内でミスターシクレノン粘る、内でシクレノン粘る、外を通って一気に車高グレード、車高グレード、ポーカーフェイス、あと 200m 坂がある、坂を駆け上がるナイスネイチャー、2馬身のリード、そしてシクレノン粘る、シクレノン粘る、外からポーカーフェイス、車高グレード、ナイスネイチャー2馬身のリード、ミスターシクレノンが2着、ナイスネイチャー勝ちました。菊花賞4着の無念を晴らしましたナイスネイチャーです。そして2着には7歳馬ミスターシクレノンが粘りました。勝ち時計は2分36秒3、ナイスネイチャーです。